我々、まあ、国会議員が2人しかまだいないんですけども、まあ、だからいわゆる野党と言われる、まあ、与党と野党ですね、与党というのが自民党と公明党というところになって、もうちょっと言い方変わると政権に入るっていうかな、まあ、大臣を出していくっていう予算を決定できるようなところに行こうとしていかないといけないんですけども、2人だと当然に無理なんで、じゃあこれどうやって増やしていこうかということを一生懸命考えています。まあ、幸いなことに政治家ってお金持ってないことが分かったでしょ。めちゃくちゃお金持ってないんですよ。捕まった人がたった3000万ですよ。5年でですよ。3000万とか4000万とか5000万の人が5年で捕まってるということは、年間にしたら数百万なんですよ。皆さんの年収並みなんですよ。さっき思いついたんですけど、自民党議員にお金配ったらすぐ願えるんちゃうか。逆手に考えればいいんですよ。お金持ちが自民党議員にお金配ったら言うこと聞きよんでと、ということをちょっと先思いました。彼らの政治と金の使い方を正すよりも合法的にお金配ってやればいいんでしょ。今パーティー券がなんか1枚2万円2万円かで、個人で寄付するのが年間2000万円までが限界みたいになってるんですけど、これを合法的に配ってあげればいいなっていうのはすごく思いました。だから僕はお金をうまく使って政治を乗っ取ろうというか、その政治をとにかく政権に入ってやろうという考え方に最近特に変わりまして、ただそれは全然悪いことじゃなくて、お金持ってる人が政治やらないと何度も言ってますけど、国がどんどん衰退します。今の政治家ってバカが圧倒的に多いんです。国の経営なわけですから、今の日本の優秀な人は会社の経営をするわけですね。会社の経営とか会社に出資したり投資、なんかその投機に投資したりするんですけども、日本の優秀な人は国の経営である国会議員をしてもらわなきゃいけないんですよ。でもそれはテレビが国民を皆さんを洗脳してですね、いわゆる真面目な人がコツコツ駅前に立ってね、あんまりお金なくて、あ、紹介しますけど、今日そのままトランジスタ君が朝から僕の家に来てくれて、光君と対談で、ね、一番コラボしたいのが立花隆さんって言ってくれて、それでぜひお越しくださいみたいな今日になってるんですけど、まあ彼もね、今日ここに入ってくる時に政治家っていい車乗ってるみたいなことをカメラマンの人やっぱ思ってたんですよ。でもそうじゃない。政治家ってむしろ本当に乗用車、普通の乗用車乗ってるんですよ。高級車とか乗っていったら反感買うんで、国民の多くは政治家も庶民に近くなってほしいとテレビによって洗脳されてる。違うんですよ。政治家っていうのは庶民は近づけないぐらい賢くてお金持ってる人が本来やらないと、どん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 国が衰退するっていうことを強くこれから訴えていかなきゃいけないんです。テレビは視聴率が欲しいから中間層と言われるサラリーマンにすり寄るから、政治家もサラリーマンみたいな生活をさせなきゃいけないみたいな感じで、もう何十年間国民が洗脳されてきたっていうことなんです。でこの洗脳を解いていかなきゃいけない。今のメディア見てると自民党がこういう悪いことしました、一昨日立憲民主党の人がなんか日本酒渡したみたいな、あれ見てたら虫ず走りますよね。日本酒をなんか渡してるんですよ、神社かどっかにね。それが映像に撮られてるから、で記者たちが他にも渡してませんかって聞いてるのに、他にも渡しましたって言えばいいのに、いやなんか悪いことしたんですいません、いや他にも渡してますから、いやいやすいません、これも私は間違ってましたって繰り返すんですよね。質問に答えないんですよ。他にも渡してないって言って出てきたら大変だし、他にも渡しましたって言ったら捕まるしみたいな感じで、そいつはそのバレる前の前日か前日予算委員会で、自民党お前らお金汚いないからその裏金パーティーしやがってとか言ってたら、次の日いやすいませんみたいなとるわけですよね。これだから自民党も立憲民主党も同じ穴の無地なんですよ。これは維新の会もそうです、ね、簡単じゃなくて政治資金パーティーなんかもうやめるったらいいわけでしょ。原因そこなの。でもどこの党も政治資金パーティーもうちはやらないですけど、やめるとか言わないんですよ。なんでかお金ないんですよ。衆議院っていうのは参議院議員の2倍ぐらい人がいて、いつ解散になるかわからない。衆議院議員なんてもう僕ですらほとんど知らないです。この間その立憲民主党の日本酒渡した人も、こんな国会議員おんねや、知ってた？いや知らない。知らない。皆さんが知らないどころか、同じ国会議員の我々も衆議院の先生の顔と名前わからないです。その程度です。でもじゃあなぜ当選するかって、その地元で有名なんですよ。
だいたい有権者30万人から50万人ぐらいの中で有名だから当選してくる、まあ、その中でそうやって裏金とかお酒配って票を取ってるって現状なんですよね。でこれを逆転させるにはもうこちらとしてはネットを使っていく、お金を使っていくっていう形になるんで、我々はあくまでも政権を取りに行きます。今ある2議席を次の選挙で5にして、その次の選挙で10にしてとか、そんな考え持ってないです。どっかで必ず爆発するので、早いか遅いかだけの話で、どういうことをしていくかっていう、相対的にはお金持ちがお金を出して人気者がね票を取ってくるっていう制度になります。これはずっといつも YouTube でも毎回言ってる通りなんですけど、まあこれは次の衆議院とか参議院の普通選挙でしかできないんですよ。比例代表があるのはこの2つの選挙しかないんですよ。4月の補欠選挙がありますが、今日程組まれてるのは6月の20日の東京都知事選挙で、その次がおそらくこれは決まってないんですけど解散総選挙になるんで、衆議院選挙ですね。来年の6月の参議院選挙ということで、東京都知事選挙、衆議院選挙、参議院選挙というのが約半年刻みで行われていくっていう、ちょっと忙しい時期っていうかに当たります。僕の考え方っていうのは街中に出たら当然伝わらないわけですよ。橘の考え、いわゆるお金持ちがお金を出して YouTuber なり人気者が票を取って、この人が辞めるなりして繰り上がって当選する、まさに一昨年やったガーシーを3億円でスカウトして、でガーシーが辞めて繰り上がってホリエモンの運転手の斉藤君が国会議員になっている。これを次の衆議院選挙、来年の参議院選挙で再度やっていこうということなんですが、その前にちょっとこれが東京都知事選挙の戦略です。まず目立たなきゃいけないんですよ。我々の考えを広めなきゃいけないんですね。で広めるためには宣伝が必要で、一番宣伝効果が高いのが東京都知事選挙です。世の中が一番注目する選挙っていうのは実は東京都知事選挙なんですよ。東京都のトップを決める選挙で、衆議院選挙とか参議院選挙っていうのは直接トップを決めないので、ね、だからメディアがすごく注目します。とにかく売名するために使う選挙だっていうふうに考えています。じゃあ今回どういうことかって YouTube でも言ってますけど、東京都知事選挙に立候補する人30人出します。東京都知事選挙に出るとどんなことができるかというと、 NHK 政見放送、民放、まあ、これ今年は東京 MX になります。でラジオ6本で新聞のこれぐらいの大きさで東京都内800万部、約800万ぐらい出ます。ポスター掲示板が1万4000箇所で、あとはビラ配りとか街頭演説もできます。今考えているのは、立候補する人はこの政見放送の東京 MX はフリーハンドでやってもらおうかなと思います。NHK の政見放送はこちらの渡した原稿をそのまま読んでもらおうと思います。で何するかあったら、もう当然 NHK の政見放送でもう NHK ぶっ壊す連呼したろうと思って、もう一回我々のやってきたことを国民に知ってもらわなきゃいけない。めちゃめちゃ成果出してますよ。 NHK の集金に来なくなったことを皆さん気づいてないんですよ。だから来なくなったから、最近来てないなみたいな感じなんですよ。これをアピールすること、もちろんNHK の予算もマックス7100億円ありました。来年予算は5800億円です。6年間で1300億円 NHK の予算減ったんですよ。我々がもうここまで NHK 潰しに行くってやったんですよ。で配布資料の静岡新聞をご覧ください。この見出しですけれども、パーティー収入裏金かか、記事にはこうあります。割り当てを超えるパーティー券を販売した若手議員に対し資金を還元していたことが分かった。関係者はパーティー券のキックバックは慣例としている。この見出しだけ見れば最近の記事のように感じるでしょうが、そうではありません。この日付を見れば、これは2005年3月、19年前の地方紙の記事です。2005年といえば郵政解散になった年、解散は8月で、すでに政局は相当緊迫していました。その煽りでこの問題もはっきり決着しなかったと聞いております。つまりこの問題は派閥幹部が昨日今日始めたことでなく、ましては3年5年の間でなく、20年以上続いている疑いが極めて強いと言わざるを得ないんです。当時清和会の会長は森元総理、その前の会長は小泉元総理です。岸田総理は繰り返し必要であればさらなる対応を判断すると繰り返されてこられました。実態解明のためには昨日本庄議員が要請した
森元総理はもとより、小泉元総理の政倫審への出席が必要と私は確信し、考えます。長官、政倫審に小泉元総理も呼んでください。本日は総理がおられませんので、総理とよくご調整をいただき、党内をおまとめいただけないでしょうか。いかがでしょうか。内閣官房長官、林芳正君。政治倫理審査会をはじめ、含め、国会における審議のあり方については、国会においてお決めいただくことであると認識をしております。まあ、その上で一般論として申し上げれば、それぞれの政治家が必要に応じて適切に説明責任を果たす、これが重要だと考えております。梅谷守君。昨日来、そういう国会で決めることだという答弁が続いてますけれども、私、それは違うと思ってるんですよ。なぜならば、抵抗しているのは自民党だけなんですよ。総理も党としての全体像の把握、説明責任を果たすことが大事だと繰り返しおっしゃってるじゃないですか。その言葉通りに自民党が行動するように指示するだけの話じゃないんですか。その意味で、ぜひ今後そういう答弁ではなくて、やるかやらないかの判断だと思いますので、総理とぜひこの点、また打ち合わせをしっかりしていただきたいと思います。NHK をぶっ壊す。